井端ジャパンの初陣、阪神メンバーが主力の予定。阪神岡田監督は、アジアプロ野球チャンピオンシップ11月16から19日、東京ドームの代表候補に、自分から8選手がリストアップされていることを明かした。参加資格は24歳以下または入団3年以内で、佐藤輝、村上、伊藤正、森下、中野の主力組に、桐敷、石井、及川の若手投手陣も候補入り。井端監督は佐藤輝にリーダー的存在となることを期待。岡田監督は井端監督がサードでクリーンアップ開けてますよっていう取ったけどなぁと笑顔で会話の一端を明かした。テルは井端侍の4番か？選ばれそうなメンバー見てるとまあ当然だけど。センター岡林、セカンド中野、指名打者小園、サード佐藤、レフト万波、キャッチャー坂倉、ファースト秋広、石川、ライト森下、ショート門脇。野手はたくさん選ぶのはいいけどピッチャーはやめてほしい。来年に響く。及川は入ってるのに佐伯が入ってないのはなんでだろ。そもそも佐伯は対象外だろ。25歳だし佐藤は24やけど。そういえば村上は23歳まで選考から外れたのか。井端氏が嫌った可能性も。 WBC 組は出ないって聞いた気がしたが違うのか。中野は選ばれへんやろ。 WBC から出つっぱりやん。井端氏が岡田監督にすでに中野選出を打診済み。ただの候補やん。選ばんはこれからやん。テレビ中継で放送されるから阪神野手がたくさん出る井端ジャパンの初陣が楽しみではある。